ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。アクセルの草野です。はい、ということでやってまいりました。草野さん、そうっすね、やばくないですか。いや、憧れの場所ですよ。ホームページとか見ててね、はい、もうドキュメンタリーとかでもね、シックスの選手だったり身長に乗った時にこういう施設でどういう実験をしてっていうのを出したのがここのアシックスのスポーツ工学研究所に来ております。もうこれ草野さんの夢が叶ったってことで大丈夫ですか。いや、もうこれ夢叶いました、ね、よっしゃ叶いました。草野さんの夢、うちのチャンネルで叶いました。やった。いや、これは本当にありがとうというか、やったー。これがなかなかね、ここに入る機会ってのはないので、僕靴好きだからやっぱそういう現状をね見てみたいと思ってたので、ついに来れたなと。やったぞみんな、ここまで来た。本当に見ること機会はなかなかないので、いや、僕がもし視聴者の立場だったらうわってやっぱなって見れるところだと思うので、まあ、ぜひ今回は許される限りたくさんいろいろ見て、まあ、僕もニヤニヤしながら見たいと思いますのでいっぱい案内してもらいたいなと思っております。ということで早速中に入っていきたいと思います。それではやっていきましょう。お願いします。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで正面玄関の方までやってまいりました。なんか今日すごい衣装、これ小石さんどうなってました。この衣装はかっこいい。本当にかっこいい。いや、でもあったかいっす。そしてこれあれっすよね、あのウルフの。そう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 、そう、覚えてますよ、覚えてますよ。はい、狼ちゃんですね。狼ちゃん、手が取りやすいところはあの防寒のサポートがあって、これがですね、今年の秋冬のトラックエリートの、はい、まあ、トップモデルということで。トップモデルです。はい、早速長入りをしたくささん。いや、ここだけでちょっとテンションが上がるという。どういうことですか。これ部屋の番号とかじゃないですか。これ内線番号。内線番号です。奥がもしかしたら知らない人も多いと思うんで、旧の国立競技場のここは座席とトラックですね。聞いてください、僕旧国立の最後の試合あれ関東新人だったじゃないですか。そうか、あの時僕だったの出てたんですよ。おお、え、すごくないですか。すごい、うん予選で散ったけど、ね、いいこと散りました。3回1回とかだとね、選手に出ない人が結構応援で、うん、スタンドに立つことが多くて、まあ、僕はこういうところに座って順天の大学の人たちが出るまで待機してて、あ、出るなって思ったら立ち上がって応援したりして、早くここから去りてえと思ってそっち行きたいと思って。ようやくトラックですよね、旧国立トラック。僕は旧国立で過ごせた身なのですごい懐かしいですね。でもそのままのあれですか。ああ、やべ、乗っていただいてもって言う前に乗っちゃったんだけど、俺大丈夫。1年といえば僕からなんですけど、思い出、2010年のインカレでアシックスだった入口くんに負けて2位入った時のデータで、俺何年だっけ、3年ぐらいの時はそんな試合どこだった。いいっすね、マジで。まず入っただけなんですよ。そう、ちょっと待って、入り口ですよ、まだ。完全にロケット弾の味だったよ、これ思ったでしょ。ロケット弾の味だって思ったでしょ。カードキーになるところ入らないでしょ、多分。これロケット弾の下パターンをしてカードキー。おー、何これすごい。見て見て見て、めちゃくちゃ響きますね。ここが研究所のエントランスホールで、なかなか研究所っぽくない雰囲気は、はい、2個コーポレートアートが展示されていて、天井に展示されているものと奥に柱のようなもの、こちらが2つともコーポレートアートという、スポーツをしている人の躍動感を上の大きなモニュメントが表していて、正面のものが精神スピリットを表している。アシックスのスピリットになります。そんなにリロイバレーの靴が見たいですよ雰囲気本当に007なんだけど、これ左側が、左が体育館ですね。やっぱりここもご覧いただけるんですか。見えるんですか。ご覧いただけるらしいぞ。うわ、すげえ、これはすごい。うわ、やっぱ陸上だけじゃなくて他の競技の研究されるために、バレーボールであったりバスケットボールであったりハンドボールであったりっていうところはこの体育館で実験を行います。ダッシュで行こうぜということで、そうですね、あまり見慣れない機材がいっぱいあると思います。みんな大好き、バイオメカニクスってやつですね。大好きなの？バイオメカニクスっていうと、なんか多分これから起こるであろうものを想像されると思うんですけど、まあ、いわゆるモーションキャプチャーですね。力の向きであるだとか、そういったものをいろいろ確認する。なるほど。まあ、その機材で、まあ、これだけたくさんのカメラが必要になってくるんですが、まあ、そういったものを実際に専門の方がいらっしゃいますので。じゃじゃん！はい、スポーツ工学研究所の松永と申します。よろしくお願いします。お願いします。すいません、ちょっと長くて。ここの施設はスポーツ工学研究所で、シューズとか商品の性能を調べるときに人の体の動きがどうなっているかっていうのを確認するために使っている施設になります。こちらモーションキャプチャーシステムというカメラになっていまして、ちょっと中にこれ頭に入ってたけど、中にカメラだけでも確か40万するんですよね。桁がもう一個違います。もっと、はい、こちら何かと言いますと、まずこちら反射マーカーというものがあります。この反射マーカーというものを体のいろんなところにつけます。
肩とか肘とか膝とか、このカメラたちは何をしてるかというと、カメラ一個一個だったら2次元の違いが分かります。このカメラ複数のカメラを同時に撮ることによって同期してパソコンの中で処理をすることで3次元空間の位置が分かります。そういったものを読み取れるカメラになります。でこれをまず僕体につけることによって、関節の角度が何度曲がっているかと、腰が何度回転した、そういったところを計測する装置がまずカメラで、でもう一つは今草野さんが立っていただいているこちら床反力計というものです。きたー。こちら何かと言いますと、この床反力計乗っている時の荷重どれくらい力がかかっているかというのも分かります。こういったものでより選手が負担を少なくしたり、あるいは選手の助けになるものを、こういったデータを取った上でアシックスが作っているはい、そうです。これ体験できるって聞いたんですけど、それは本当ですか？はい、うまい。ぜひ体験していただきたいです。すぐやっていいですか？はい、じゃあちょっと着替えていただいて、このマーカーを全身につけていきます。せーの、はい、完成です。完成です、ありがとうございます。あ、先生も完全体になったということで、これでもうさっきお話しいただいた関節の動きだとか床反力すべてがもう計測赤裸々に。シューズスパイクがこういうとこから作られてるなんて、正直聞くだけじゃ分かんないよね。やっぱりこうやって現場の方の動き方とかっていうのをこうみんなに届けられるっていうのは本当にいい機会だったなっていうのを改めて感じます。選手の声を聞いてとか、なんかそういったイメージデータを取ってとかイメージあると思うんですけど、単純になんかもっとこれこうやった方がいいなっていうのをただやってるだけではなくて、その声をもとにじゃあ実際こういうデータを取ってみて、選手の声を実際じゃあ形にしたらいいっていうところでいろんなモデルが作られたり、なんかそういったものを見ながら多分手元に実際持ってもらえると、また見方がまさに今の話につながりますけど、靴の見方とかあるいはウェアの見方もきっと変わってくると思いますので、楽しいお買い物ができるんじゃないかなと思います。これもアシックスだったんですね。水泳部はアシックスですから。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会にさようなら。あ、こっちだ。OK です。今マーカーを貼っていただいてます。闇雲に貼っているわけではなくて、関節の部分に触ったりして関節曲げ伸ばししたりしながら、場所を見極めて、まずテープで貼り付けて、それを固定するようにまた上からテープを貼って、動いても剥がれないようにという形で、全身50箇所ぐらいこれからバチバチと止めていただいてます。私は何もできないので、止まっていることしかできません。